めめまんまるビー玉みたいだね。かわいいね。はいはいはい。尻尾バタッ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 止められる尻尾。はい止めて。尻尾ストップ。無理です。尻尾ストップ。おめめまんまるビー玉コロコロみたいだね。ところで豆の腫瘍はどうなったんでしょう。あ、それがさ、うん、見て見てあげて腕。豆ちゃん。腕見てて腕。こっちじゃなくて反対側なの。そう、先月柴犬豆の腕に腫瘍が見つかりまして、慌てて病院に連れて行ったら良性だったこの腫瘍。先生のお話では自然と治るよというお話でしたが、どこ本当に自然と小さくなってきました。すげえ、あんなでかかったのに。そう、一瞬で消えたじゃん。うん、一瞬ではない。主要な腫瘍はもう消えたで。腫瘍、腫瘍、人の望みと喜びよ。よかったね、まみちゃん。腫瘍、腫瘍だけに。うん、実は病院へ行った後、腫瘍はさらに肥大しまして、気づけば直径2センチほどの大きさに。かなり心配していたんですが、先生の言葉を信じて様子を見ることにしたところ、ここですね。はい、ご覧の通り。どこですかっていうぐらいちっちゃくなりましたね。というわけで、だいぶちっちゃくなりました。腫瘍がでしょ。そう、腫瘍が。いや大丈夫です、腫瘍。うん、そうだね。はい、はい、おめでとう。やったね。春振り返ったの分かる。手叩いた。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。